アメリカの航空機大手ボーイングは15日、新規株式発行や大手銀行からの融資枠の設定などにより、合わせて最大350億ドル、およそ5兆2000億円を調達する方針を示しました。アメリカの SEC、証券取引委員会に提出した書類で明らかにしたもので、ボーイングは声明で、流動性を確保するための慎重な2つのステップだとしています。 ボーイングは1月に起きた機体事故の影響で業績が低迷しているほか先月始まったストライキが続いていることを受け経営不安が高まっています。